こんにちは、群馬の八幡ギフトの浅野香織です。10の8ブルーの解説をさせていただきます。咲き始めは早い段階から発色しています。ブルーはライラックのような優しいブルーです。ちょっとパープル味があります。で、外側の装飾花から咲き始めますが、満開時にはドーム型になっていきます。で、中性花のような部分も後から咲いていくという感じです。花弁に緩いカーブがあり、八重になって咲くので優美な雰囲気を醸し出してくれます。で、全体的に大きさは小型から中型に分類されるかと思います。地植えにした場合は、やこう横に広がるような形になってくるかと思います。